はい、ラスです。じゃあ続きやっていきたいと思いますが、今回はちょっとストーリーは先に進まずに一旦置いといて、何をするかというと、ミッションちょっとやっていきたいかなと思います。いろいろね、進められそうなミッションがあるんで、まずそれをやってからかな。やってった方が、まあ、ストーリー進めやすいかなと思ったんで、って感じですね。確かまた、イフリート、戦うことになるかなと思いますけども、頑張って倒していきたいかなと思います。じゃあ、1は一番最初にやったから、この M4、ウータイ戦争終結作戦、やっていきたいと思います。ボーナス、魔法剣サンダー、いいですね。もらえるみたいですね。よし、じゃあこのミッション受けます。はい、ミッション。ミッション中の操作。ミッション中、通常時と同じく移動と戦闘が可能ですと。はい。戦闘不能時もゲームオーバーになりますが、装備を見直した上でバトル直前からやり直すこともできますと。ミッションのクリアはボスを倒してクリアしますと。クリアすると元のセーブポイントに戻ります。ミッションのリタイアすることもできますと。はい。了解です。戦い方、忘れかけているけど、クリティカルが入りやすいところね。こうね。背後を取るっていうのを意識した方がいいっていうのが分かったことですかね。X ポーション。だいぶでかい。あ、この赤いのは先に、中心になっちゃうね。いいえ。このミッションがね、いっぱいあって、あ、これボスだけど、おいーって感じ。痛い、助けて。ボスだけど、他のなんかね、アイテムとか、ゲットできるんだったらゲットして、いけないみたいです。ブツと戦うしかないらしいです。感じで。おいー。でっけえの多いな。ファイヤー痛いです。こいつファイヤー痛いんだわ、マジで。よし。痛い。よし。出した。こうやってミッションコンプリートすると、ボーナスがもらえると。はい。え？あ？あ、ミッションのクリア率に合わせてアイテムがゲットできますと。そういうこと。魔法剣3段もらえるわけじゃないと。あ、そうですか。失礼いたしました。クリア率ってことは、あれか。このいっぱいあるミッションがあるんだろうね。多分ね。まだ一つしか出てないけど。一つ？まあ、なんか、何個か出てるけど。これのすべてのクリア率が 5% になると魔法剣サンダーもらえますよと。だから全然なんだろうね。もっとクリアしていかないといけない。そんな感じか。今、2分の1になったね、これ。さっき1分の0だったけど、これ先に進め、ミッション先に進めてるって感じかな。あ、そうだね。次のミッションもできると。うん、クリアリワードがエルクサーだった。次、防弾チョッキ。なるほどね。これ、どんどんやっていくと、いい防具とかが手に入りますよって感じですかね。なんで、めちゃくちゃやり込み要素あるんですよ。
あー、この前戦ったやつがいるね、あそこにね。いけ、あいつとも戦わないといけないということですね。エクスポーションも盾に入りました。でここはいけないんで、あいつと戦いましょうと。うわ、もう一人いるやんけ、おいそれは聞いてない、それは聞いてなかったよ。ちょっと待って、これさ、しよし、あーダメか、1対0にしたかったな。25、いたいたいた、あ、そうでもない、1対0。さてと、マテリアでブリザード1、痛い、いや、あ、でもさ、これブリザードやりすぎるとさ、ケアルにキャルできなくなっちゃう可能性もあるから、それ取っといた方がいいよねって今思いました。だいぶ HP も半分になっちゃってるからね。あー、逃げられない、まずい。ちょっとこれはケアルだと思います。で、ここ逃げる、 OK、 逃げる、よいしょよいしょよいしょ。あ、連続切りができるらしいです。こういうのどんどん使っていかないとな。よいしょ、あ、痛い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 、あ、我慢開始、なんで我慢って、あ、食らっても負けぞらないとか、そういう類の何かですね。違う、ターゲットがこっちにしたかったのは、こうするんだっけ、こういう時にターゲット使うのか。 OKOKOK、 分かった。片方のこいつに攻撃を当てたいとか、そういうことですね。痛い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 、お、削ってけ削ってけ、オッケー、削っていくか。痛い痛い痛い、当たっちゃったね。避けるタイミングが違った。ここで避ける、クリティカルを当てていくと。いいっすね。砲弾直球を手に入れた。よいしょ。え、砲弾直球、ああ、魔力じゃなくて防弾チョッキ、あ、防弾チョッキも持ってたんだ、なんだ。じゃあ次ミッション、あ、もう3つ目出てるよ。ランク2だから、ちょっとで大変かもしれないね。ライブラ、なんだっけな、ライブラ、なんかあれ、敵の攻撃を覚えるとか、そういうやつだったっけ。あれですね、マテリアですねマテリアが出てこなかった。ちょっとランク2になってるんで、ちょっとおじげついてます。まあ、まずこっちから行こうかあ、こっち簡単にファイヤー手に入るね。こっちにしよう。はい、ミッションスタート。イフリート急に出てくるの、マジちょっと待って待って、それ聞いてないよ。そんな簡単に出てくるモンスターじゃないでしょ。モンスターとか召喚獣、全然そんなに辛くはない。もうすぐで、お、ザックスレベルアップ、痛い、レベルアップしてるとこなのに、痛い痛い痛い、あ、やばい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 、 やばいです、これはまずいです。やっぶねー、よし、これで勝った。エアストライク初めて見るかも。なんだろう、あー、おい、倒した。工場研究所はもう終わり。サンプルモンスターってね、すごいサンプルじゃないけどね。あと確かこれが、あ、
調査に入ってくる。ああ、炭鉱石にモンスターが住み着いてるという情報もし、中の歩みとも元、早速、調査に出向いてくれ。これがイフリートかと思ったけど、そうでもないんだ。マッテリアハンター。あ、こっちがイフリートだ。いや、イフリートマテリアね。欲しいね。欲しいけど、ちょっと後。ちょっと、頑張んないといけなさそう。まずこっちやろう。ミッションスタート。これさ、マップとかさ、どうやって見るんだっけ？マップとか見れ、あー、マップって、あー、マップじゃない。あれ、マップってどうやって見るんですか？わかんない。いや。OK。どう？こっちかな？よし。よし。もう俺は、これを使いまくるってことを。が楽だってことに気づいたんだ。あ、たださすがに EP 減ってるね。あ、さすがに減ってるね。オッケー。まあ一手倒せば。こっちのもんや。なんか食らってね。毒食らってんのかこれ。ああ。オッケー。あれが、あ、いい家です。これよくやっちゃうな。これさ、マテリア使うとかできないかな？使います。使ったこれ。使ったっぽい。OK。これで戦いましょうと。ダメ？これ卑怯楽なんだよな、これ。あ、でも AP がなくなるのは、もうそろそろで AP がなくなっちゃうんで、よし、あ、痛い。痛いね、おい。こいつも強そう。あ、やばいです。よし、回復。いいね。クリティカル、よし、いいよ。あとこれを倒せば、なんかこれ弱いね。意外、なんだ、この赤いモンスター。フェニックスのテミレだ。うん、またミッションが追加されたと。これね。チョコボの絵では。ターゲットできるみたいです。あ、ランク2ね。はいはい。まあ、一旦置いといて。じゃあ、やりますか。イフリート。良くなってそう。アクティベイティングコンバットモード。うぜぇ、さっきぶり。何回戦えばいいんだよ、こいつ。よし、逃げ。おらららららよし、ケアル、次ケアル、次ケアル、オッケー。よしよし、これだ。もう AP 消費なしは最強でしょ。よっしゃー、来た。イフリートが使えなったんだね、これでね。TMW 召喚モード、この前出てなかったかな。召喚時のマテリアを入手すると召喚モードに移行する場合がありますと。全てのガラが召喚モード専用のガラに差し替わり3つ揃うとリミット技が発動できるようになると。リミットブレイクじゃなくて召喚になるんだろうね、多分ね。新しいミッション、え、
あ、3だ。行こうか。だってランク1だもんね。行ってみようか。よし。はい。どっちだろう。あ、こっちだな、さすがに。一方通行か。はい、ポーション。ちょっとね。あー、これね。おい。サンダーさ、結構痛いよね。ただ、もう使い切ってしまうけど、ちょうどいい、ちょうどいい感じに。変わった。サンダーを手に入れた。このぐらいの難易度だったら楽だな。うん、ここまでか。どうだろうな、いけるかな。ランク2、ライブラチョコボの腕は、ライブラとやってみるか。よし、受けまーす。はい。どっちからどういけば。あー、急に出てきた。ほんとだよ、邪魔すんな。痛いね。またレベル上がった。いいね。やっていくうちにレベル上がるからね、ミッション やっていった方がいいよね。あれがボスなので、俺はこっちに行きます。ちょっと HP が HP きつめ。あ、敵は一撃で仕留めること。さあやってみろ。一撃でだぞ。手本はなしかよ。くそ、やればいいんだろ。よし、一撃で倒したぜ。相手が弱すぎたな。さ、次だ。あ、逃げるなら今のうち。本気を出せ。これならどうだ。よし、倒した。コンフリクトリゾルブ。Xポーション。ここでも戦うという感じ。よし、そしたー。はい、ファイヤーマテリアが成長したと。エーテル MP を回復するリスね。はい、邪魔が入ったけど、これでボス戦に行けると。ポーション HP 全回復ポーションを使用したと。 OK。よし、倒すか。ガララ。いけ。OK。よし、倒した。よし。ダダ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 。お、またミッションが追加されたと。ライブラー手に入ったのか。ダークファイヤーとかさ、強えのかな。毒沈黙の効果を与える炎属性も、いや強くね。ダークブリザル、あーすげえじゃん。あ、ただ MP の消費量がちょっと出るのかな。あ、魔法剣ブリザードとかあるじゃん。HP アップ、ライブラ、あ、ライブラあった。戦闘中に選んでる敵の状態を見ることか。ああ。はい、そうですか。え、これ、ケアルマスターとかさ、ファイヤーマスターしてるから。これってさ、マス、あれ？ケアルガとかならないかったっけ？ならねえんだ、これ。あれ、どうだったかな？忘れちゃったな。
ちょっとでもマスターになってるってことはさ、もう上限上がらないんでしょ。ケアルは使うとして、ファイヤーちょっと変えたいよね。うん、ダークファイヤー。あ、ちょ、これどうすんの。装備か、装備でファイヤーをダークファイヤーにする。キアルもクエアルしかないよね。なんかないね。オッケー。あ、1倍プレイしちゃった。間違えた、間違えた、間違えた。まあ、これでいいんじゃないか。オッケー。この流れでこのウータイ残党へってのやっちゃおうかな。どんどん行きちゃうよね。